プのプープープー。皆さんこんばんは、まいです。きよんです。二人忘れチェリップです。さあ1月31日を31日やべ31日のチェリップのプープープー始まりました。始まりました。何がやばいのか分かりません。最後じゃん。まあそうですよね。やべ、この番組は休日のひとときをあなたとチェリップでプププッと過ごす番組です。はい、今日のテーマはチェリップワンファイブということで、もう一言やばい。なんで何ワンファイブって。ワンファイブじゃん。ワンファイブ、いやモーニング娘。ワンフォーみたいな。ワンファイブみたいな。ほんとワンファイブ。ほんとだ。あー2015年やだー、まあ、そういう感じで、まあ、2015年バージョンのチェリップをね今日は紹介していく、うん、という感じで。いいね。ワンファイブ。ワンフォーならいいけどワンファイブって微妙だな、まあ、ちょっと言いにくい感じはありますけどね、うん、まあ2015年なので、うん、ワンファイブということで今日も最後までよろしくお願いします。はい、自己紹介をね、自己紹介始めようと思うんですよ。今回は、うん、2015年になったことで、まあ、2014年からまあ1年経ったわけですから、2015年から2014年から経ったわけですから、あ、ね、まあ、その間に成長していろいろね、うん、なんかステータスが加わったかもしれないし、ね、まあ、スペックみたいな、ね、新しいなんか、あれね、技ね、身につけたものみたいな増えたかもしれないし、うん、まあ、最近ね、うん、チェリップを知った方も、まあ、もちろんいらっしゃるかと思うので、自己紹介、だから、まゆがみおの紹介して、みおはまゆの紹介する感じで、いきたいと思いますが、じゃあ、まず、まゆのみおんが、紹介しようと思うんですけど、あ、じゃあ前まず前ミヨンが前がミヨンの紹介しますね。いや違いますよ。何ミヨンが前の紹介します、うん、あ、そう先にするの。なんでミヨンが言った後になんでじゃあ私がします。だいたい前が先かなと思って。いやどうぞどうぞみたいな逆バージョンで私がミヨンが紹介しますわ。いつごまゆさんは、ミキペディアムのお前もしかして1994年12月11日生まれ、うん、高江港出身、うん、2013年3月に高校を卒業しました。無事に。A 型です。うん、うん、まあ A 型っぽい A 型だよ ね、うん、よね結構、うん、典型的 A 型だと思う。でも雑だよね結構。いや全然ラジオではいいじゃんとか。いやめっちゃ結構適当になりますから、うん、まあ一応 A 型いいということは伝えておきます。 OK、うん、漢字の読解力と滑舌に難がありって書いてある、うん、マジで。え、そんな書いてある。難がありって書いてある。誰だよ書いたのマジ。いや分からんけど、まあまあずっとラジオ聞いてらっしゃる方は分かる通り、まあ、滑舌はねよろしくないですね。まあしょうがないしょうがない。よろしくないですが、うん、舌は短いんだよきっと。まあ花粉症です。そして、うん、そうそうそう。そしてまあ機械音痴ですね。うん、そうだね。あまり扱いません、うんうん、若者だけど。そうそうそう。あとは運転免許を持っておりますね、うん、持ってるよん。で、眉の、うん、なんか、眉が、あの、練習とか行くとき、みおを迎えに来てくれたりするんですけど、その時、まあ、練習だからすっぴんじゃないですか。うんうん、あ、顔が赤ちゃんだから、本当に。やめてー。止められそう、警察の人とかいたら、君、やばいやばい、免許持ってんのみたいな。でも結構あれだよ、ローソンとかね、言われる。あれはあるだへんこれ。いや、ないない。ある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 。ないないだわ。お前全然大丈夫、20歳だもん。全然大丈夫。まあ、顔が、まあ、17歳っていう感じですね。もういいか、もういいか。で、あとは、なんだろうな、あと何がある。あ、うん、車に関することでは、うん、車の発進が急。あー、まあ確かにそうだね。ウィーンって。確かにそう。慣性の法則だっけ。慣性の法則ってなんだ。なんか体がついていかないやつ。ジェットコースターみたいな。あ、まあそのなんか電車とかで止まった時、あ、わかるわかるわかる、うん、あれになる車に。まあいいよいいよ、運転する車。大丈夫大丈夫。ブイーンってなる、うん、事故ってないから大丈夫だよ。あとは、うん、車のに流れてる曲が、うんうん、あの前の人が入れてた曲だから、別に眉が知らない曲が多い。全然ね、誰だよこれみたいな。そうそうそう。でもチョイスは結構いけてるよね。そうそうそう。あの車なんかね、前と近いとか、うん、JSOUL とか入ってるからね、なんか若々しい感じなの、うん、でも眉が入れたわけじゃん。そうそうそう、入れたわけで全く関係ない、入っている、うん、そうです。あとはなんだろうな、見たそれ。いやまだあるでしょ。いや前半は眉で。え、マジで。だって今日それだから。長えよ。あとは、うん、まあ、モーニング娘。とか、うん、あれでアップフロント系の、まあ、アイドルだったらアイドルがいいですね。そうだね。あとは、うん、あれが好き、レールガンが好き。そうだね。アニメだとレールガンは分かるみたいな、うん、分かる分かるとか、うん、あとは
迷惑メールが来すぎて、あの携帯が通信量がすぐ、あの、あれやだよマジ、すぐなくなって、うん、すぐあの速度制限、あれなんなの、だからさ、だからさ、まあ、YouTube とか何も見てない、何にも変わってない、携帯を LINE ぐらいしかしてないのに、マジもう来るけん、17日ぐらいで来るけんまだ真ん中、すげえ最悪、あれもうが来る、うん、あとは、うん、ご飯を一人前食べないから、まあね、そうだね、旅先、遠征先とかに行くと、うん、まゆママとみよママとみよで、うん、それを分けて食べないといけない、同じものを継続して食べれないよね、うん、あとは、うん、なのにそれなのに結構いろんなものを頼んで、うん、そうそうそう、結構いろいろ余すっていうね、そう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 、みんな食べればいいじゃん、みんなで食べようみたいな感じだ、いやみんなで食べようじゃなくて、ね、本当た、うん、本当食べないんですよね、いいよいいよ、人に、あと、うん、ウニへの執着心、あ、ウニめっちゃ好きと、うん、あとはあれですよ、ミオにやたらと動物を飼うことを飼えばいいのに進めてくる、うん、え、絶対だって一人暮らしする動物いた方がいいよ絶対、いやまあその寂しくないけどね、生き物、生物、生物、いやさっきなんて言ったっけ、さっきフクロウとクリオネは進めてね、ハムスター、いいよ、クリオネ進めてきました、うん、いいと思う、クラゲ、クラゲ、クリオネはね、うん、なんか眉がいつも近くにいる感じになる、見た目可愛いけど、ね、あの、うん、ご飯食べるシーンで急に怖くなる、ああまあ確かにね、眉がいつもいる感じになる、怖いじゃん、あれだ、あのベランダにさ、お米ポップポイってと取り集まるといいんじゃない？いいじゃんいいじゃん、いやダメだから、めっちゃハッピーじゃん朝、ダメじゃん、ちょん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 言ってるよ、いや多分起こしてくれる、お米置かなくてもチュンチュンはいますわ、いいじゃんいいじゃん、いや他いるの、鳥いるでしょ、いるんだ、鳥くらいはいますわ、いいじゃんいいじゃん、楽しそう、あと皆さん何が聞きたいですかね、もうそろそろいいでしょ、いやまゆはまああれですよ、結構あのイケメンが好きじゃないですよね、あんまり、うん、まあそうだね、なんかキャラだよね結構、うん、なんかうん、キャラだね、あれクレイジーな人が好きです、ね、結構、うん、結構えって感じの、えそこみたいな感じの、名前的にはいいんだけどな、あの、うん、ハンニャのカナダが好きとかね、あーすげー、あーすげーすげー、ちょっとずれてますよね、えでもかっこよくない、前的にかっこいい、いやまあかっこいいけど、あの一般のかっこいいとは違うかっこいいが好きな感じがしますね、うん、あハラミスさんとか、あほらね、ちょ一般の好きとはかあのそうなのかな、違うみたいなので、なんかちょっとなんかいい感じだよね、だからあれですね、ストライクゾーンが広いですよね、広い、ストレスゾーンとかないもん、もはやそれないないない、それはもうちょっと吟味してほしいと思うんですけど、ないないない、そんなのない、そんなのない、まあないですよね、うん、そうそうそう、あとは、うん、化粧品に好きなのは、うん、あのジル・スチュアートっていうブランド、ね、めっちゃ、そういうとこ言う、めっちゃ細かいな、あと眉は、うん、まあ基本呼び捨てにしますね、人、そう、なんとか、すぐなんとか、いや物販とかに来た人とかも、いやわかんないじゃん、だってあれだけど、うん、あの普通はまあ慎重に入るじゃないですか、あなんとかさん、うん、ありがとうございますって感じだけど、あなんとかありがとうみたいな、本名かあだ名かわかんないじゃん、あだ名だったらちゃんと、あとあれだね、うん、あの職業をやたらと聞くよね、え聞きたくない、何してんのみたいな、何してんの、絶対ミオ働くようになったら聞きたくなるって、どういうこと、何の職業したのかな、イベントとか来れるしとか、土日休みか、まあね、みたいな、なんだろうみたいな、なんか仕事が融通できるってすごいよね、そう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 、確かによく考えたらね、私物販とか並べるから、まあそう、並大抵稼いでんのかなみたいな嫁いるのかなとか、あそうだね、それ気になるね、そうそうそう、気になるでしょっていう感じで、まあつまり、まあ、見た目と反して結構クレイジーですよね、眉は、そうそうでしょうよ、結構前真っ当だけどな、真っ当、いや芯はちゃんと通ってますけどね、もちろんちゃんとした人間ですけど、うん、そうそうそう、あの見た目のとはギャップをあれですよね、結構持ってますよね、うん、なるほどねっていう感じですな、オッケー、いやめっちゃ言うな、めっちゃ出るかな、そんなですわ、オッケー、まあ進化しましたね、うん、14年から、そうだねっていう感じなので、うん、でミオンはね、まあ、チェリップの曲だったらこの曲がマユの、うん、まあなんていうの、初見の時にはこの曲が合うなっていう感じの曲を持ってきましたので、初見だって、うん、それではいきますよ、okay、それでは聞いてください、チェリップでアンニュートロワ、「
ぷぷぷ。さあ、オッケー。まゆはミオンを紹介できるのでしょうか。はい、藤井ミオン。1996年、うわ、1996年だって。1996年6月4日米子市出身。6月4日が誕生日ね。現在18歳です。あなた私の何年一緒にいるのよ。そうそうそう、米子市出身、高校3年生、愛称ミオン、ミーちゃん。ツイッターの名前はミオンがひらがなで、ユーザー名もチェリップはおろか、ラッテフレンズ全体でも唯一のフルネーム。ウィキペディア丸読みえないかいって。めっちゃおもろいこれ。ミオンはまあ読んだけど、もうちょっと改変して読んだもアレンジして、うん、むずいな、むずいむずい、もうむずいわこれ、やめよう。まああれだよ、おばあちゃんとかがすごい人なんだよね。おばあちゃんがあれです、おばあちゃんが天皇ですね。違いますね。やばいね。どういうことやねん。ミオンそれだったら多分ここに今いないわ。あ、確かに。イオンで買い物する際の文字ネタは、イオンはオンミオン、携帯電話はソフトバンクモバイルの iPhone6 です。はい、いや、もっとその他もろもろなんか話そうかな。じゃあね、うん、容姿的にはサヤネと容姿的には綾瀬はるかと、最近それよく言うよね、川口春奈、川口春奈だったっけ、川口春奈を足して足して割った感じなんか。あ、足しすぎでしょ。目があっちゃんかな、足しすぎな感じで。今は髪の毛が長いね、ちょっとね、前髪も流し中ですみたいな感じでね。前髪ちょっと伸ばし中だね。なんか前に紹介されるのやだ。現在伸ばし中ですみたいな。大学デビューするんだもんみたいな感じ。どうすればいいと思いますか、前髪。前髪どうして、かわいいと思うよ。伸びてきてんだけど、なんかシースルー前髪になってんじゃん今。そうそうそう、でそれかわいいと思う。お前今あの後ろにちょっとやってるんだよ、ね、で最近はちょっと眉毛マスカラを覚えて。そうね、眉毛もちょっとそう、ちょっと眉毛マスカラしちゃってます。よろしくお願いします。あれなんですが、なんかね、ミオンの顔がきついのは眉毛のせいかなと思って。黒いじゃん、うんうん、ただにさえもミオン顔が、うんうん、あのキッとしてるから。確かに、やっぱ眉毛かなと思って、うん、眉毛を変えてみた。ちょっと茶色にしてみた。そうそうそう、うん、え、前そっちの方がいいと思うよ。あとあれ、お、あの髪を流すことにより眉毛が出るじゃないですか、うん、出るね。だから、うん、今まで何でも良かったわけ、パッツンだったね、パッツンだったね、何でも良かったんだけど、うん、まあ、ちゃんとしないといけないかなと、うん、そういう感じ。いや、いいと思うよ。ちょっとそんぐらいがいいと思う。ちょっとそんぐらい。あんまね、伸ばしすぎるとあんま大人すぎる気がするな。前髪、前髪の話今。前髪の話あ、ま、眉毛伸ばす？眉毛伸ばすだ。だから今聞いてて、え、眉毛は伸びないけどなと思って。やばい。聞いてた。いや、その眉毛はいいと思います。あと、ね、どうかな、まあ、ジグロだね。あと足が長いですね。いや、ミオンね、ミオンジグロな、黒いって言われるけど、本当は白いらしいよ、うん、お母さん今。どうした、どうした、今どうした。なんかね、多分小学校の時にね、うん、毎日ね、うん、もう本当外で遊んでたの、木登りとかね。なるほどね。秘密基地作りとか。健康的ですね。で、多分それでね、うん、もうなかなか落ちなくなっちゃったのね、うん、多分色がね。あ、沈着しちゃったことね。そうそうそう。もちろんその色いいと思うよ、安室ちゃん的な色じゃん。そうなの、そうなの、うん。だからお母さんにね、ちっちゃい頃の写真を見せてもらうと、確かにね、うん、もうちょっと白かった。だってあれだよね、パパもママも黒くないもんね。そうそうそう。私は黒い要素はないね。ミオンが小学校の時にやんちゃしすぎた、うん、そうね、たまものですわ。あとは何かな、お肌がツルツルですね。何いや、まずちょっと容姿から色があるでしょ。容姿から、容姿から、容姿から。あと歯並びがいいですね。もっとあるでしょ。歯が白い、もっとあるでしょ。指が長い。あ、指が色っぽい。指が色っぽい。どういうこと。指が色っぽい、よく言うへん。いや、指は体の動きが色っぽいのかもな。指はね、もう全然ね、あれだけど、うん、なんか将来性ないけど、うん、あの左の薬指だけは絶対にね、うん、あれ綺麗にしとこうと思って。なんで？だからパキパキ鳴らす人いるじゃん。 あれとか絶対鳴らさないし、あのボールとか、みんなバスケ部だったけど、うん、絶対左ではキャッチしないって決めてたし。すげえじゃん、めっちゃ将来の考えじゃん。っていうね、徹底してとか見て、うん、左の薬指だけはね、なんかね、あ、細いね、本当だ。いい形でしょ。いいね、557ぐらい、5かな、5575ぐらいかな。どういうことですって。みんな指輪は5575お願いします。ちょっと分からんけど、その専門用語。あ、何があるかな。まあ内面的に言ったらそうだな、文章が長いね。文章力がある。文章が長いね。文才があるっていうのかな。まあ、いや、わからんわからん。あと言葉をよく知ってる。だってあれだもん、進学校だもん。いや、関係ないでしょ。いや、みんな知ってるって。そうそう。あとみんな知ってる。でも英語が苦手なんだよね。そうそう、英語だけはね、そうそうそう、
何もできない、ね、スピードランニングしろって、スピードランニング、うん、いやあれやったら宣伝だけだから、まあ確かにね、努力してる上であれを聞いて多分、うん、海外とか行ってるしね実際リョウ君、石川リョウ君は違いますからね、あとね、そうだね、あ、そうそう、家の門限が9時でしょ、そうなの、マジないっしょ、ね、学校のね、うん、決まりみたいな紙が配られるんだけど、それには10時って書いてあるんだけど、うん、パパが9時に帰ってくるって言うから、9時ってあれでしょ、つまらんくね、まあみんなよりねちょっと先にね、うん、さよならしないといけないから、どうやって帰るの、ちょっと門限だわとか言うな、もう帰るわみたいな、ちょっとゲーワーイとか言うじゃん、みんなゲーワーイとか、それそんな言わんけど、なるよ、だめだよ、言わないけど、9時に帰るの、さよならするの、さよならする、じゃあもう帰るね、みんな帰るわって言うな、危ないけん帰るわって言うな、朝みんなバイバイって言うな、バイバイ、優しいなみんな、なんでだよ、そんなもんでしょ、9時はね早いね、高校生で9時は返そう、でももうすぐ大学生になるからいいじゃん、そうなんですよね、自由でしょ、いや怖いですね、でも逆に自由だと、うん、でもいいじゃない、神戸だと大丈夫そうじゃない、大丈夫かな、いや、ミョンの住むらへんはなんかいいとこだったけど大丈夫そう、そうなんですよ、そう一緒に見に来てね、うん、めっちゃチェックしとったもん、ね、車通りがなんかさ、大通りっていうのあれ、大通りですね、だからなんかいいよね、まああれですね、見渡しがいいよね、そうそうそう、うん、道路側にあれだし、マンションがあるからね、そうそうそう、くねくね道入らなくていいから、そうそう、あれは大事だと思いますよ、大事、うん、いやマユね、ほんとそれこそマユ、ミユのパパみたい、ミユのパパみたいだから、大事だよね、だって娘だったらヤバくない、なんかあったら怖いもん、いやそりゃそうだと思いますけど、だからあれだよ、低いところには住んでほしくなかった、だから1階だわみたいな、まあ、安い県1階だわとかないでしょ、まあ、ね、まあまあだよね、高さは、うん、え、あれ料理もできるしね、最近なんか料理してんじゃん、料理してるし、なんでなんでなんで、いやだから一人暮らしに備えてちょっとできる、あれ一人暮らし料理すんの、え、するでしょ、え、一人でさいるときでさ料理する気分になる、え、別になるんじゃない、自分に食べさすんだよ、いやいいじゃん、別に母ちゃんとかおったらまだあれだけど、いや余ったらあれじゃん、あのなんていうの、学校にお弁当持っていくし、みんなに作っていく、みんなにも食べて、最強だから、その友達ができてくるといいな、どういうことで、まずまず友達できそう、できるでしょ、多分だってあれでしょ、女子校でしょ、女子大でしょ、そうだよ、やばくない、大丈夫、まあ、やばいね、あれ見た、そういえば見た、 F4 みたいなあったじゃん、 あれでしょ、プラチナアイドルでしょあんなおったらどうする、いやあんなおったらまあミオン近づかない、学校ではねミオン静かに、うん、まあしてるから、あの仲いいこといるときはワイワイしてますけどね、うんうん、基本的にそんなあの中心に行かないようにしてるから、うん、あの普段の活動が ね目立つから、そこでバランスを取ってるから、あれじゃない、入学パーティーとかじゃないの、なんか先輩がさ、部活とか入る、いや入らん入らん、なんかあるじゃん、じゃあ飲もうよみたいな、あダメだ、まだ18じゃなかった、18、20じゃなかった、18じゃねえよ、そうだよね、いやしかもね、これ、うん、マユがミオン紹介するコーナーなのにね、うん、マユがミオンに質問するな、うん、なっちゃう、なってるから、いいじゃん、分かった、みんなとりあえず見た目は分かったよね、もう見た目しか分かってないです、うん、見た目が分かった、あとツイッター見ればいい、そういう感じです、見た目は分かったので、うん、ツイッターで、あとは補ってください、補ってくださいっていう感じで、お願い、まあウィオンはとりあえずわちゃわちゃしてるので、うん、この曲じゃないですかっていう感じで、そうだ、ね、じゃあ行きましょうか、曲振りを、それでは聴、はい、いてください、チェリップでアシンメトリー、気になる。
さあ今日の放送で私たちのことをね、そうね、分かっていただけたでしょうか。十分、うん、まあよくわかりませんけど、まあ会って実際にね、そうね、話したりするのが一番だと思いますので、うん、チェリップのイベント情報どこで知れるかというと、チェリップのアメーバブログを見てください。違う、チェリップのホームページをご覧ください。アメーバブログも見てください。見てください、ね、お願いします、お願いします。そしてこの番組へのメッセージ募集していますし、初めて来た方とか優先してね、うん、読ませていただいてますので、うん、ここに送ってください、はい。メールは 798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878 です。今までで一番いい感じに入れたんじゃない？いいよね、もうそのまま言えばよ。メールはって言えばいいんだね。今多分今聞いてくださっていて、そう、そのラジオの向こう側でみんな今拍手してたわ。ありがとう、みんなありがとう、うん、何回目でうまく言えたねって感じでしたね。どこ読むか分かんないからね。うまく言えました、うん、ということで、もうこれ1月これで終わりですから、もう12分の1が終わってしまいましたが、2月だぜ、どうする。2月はね、まあ、バレンタインとかありますので、イベントごととかね、楽しんでいきたいなと、そうだね、思いますね。すげえ、やべ、終わっちゃうよ。今年終わるわ。ということで、チェリップ15、皆さんどうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさい。まいです。ミヨンです。2人合わせでチェリップでした。バイバイ。